ロック、メタルのニュース、断鉄砲をお届けします。本日の断鉄砲はサマーソニック2024第2弾ラインナップ発表。8月に開催の2024年度のサマーソニック第2弾ラインナップと出演アーティストの日程割が発表されました。そのラインナップをご覧ください。追加アーティストはフーバスタンクなどがいますね。フーバスタンクは大ヒットアルバムザリーズ20周年を祝うということでスペシャルなセットリストとなりそうです。そしてブリングミーザホライズンが正式にヘッドライナーであることが発表されました。以前までメインを飾りますと書かれていて、ヘッドライナーかそうじゃないのか曖昧になってました。また出演アーティストが何組か出演日を先に漏らしていて、もうネスキンとブリングミーが同日出演ということになっていました。それでブリングミー以外に別にサマソニ2024のヘッドライナーがいるのかと思いきや、結局おらず、ブリングミーの公式サイトのライブスケジュールがおほうということでした。サマソニ史上最もややこしくて戸惑う発表でしたね。そんないろいろとカオスなことになっていましたが、今年もサマソニ行かずにはいられません。ぜひ楽しみましょう。以上、本日の断鉄砲でした。